もうそのまんま空読みに活かせるものになっていますね。衛星画像を見ながらどんな空が広がるのかなっていうのを想像しながら普段から見てみるっていうのはいいですね。見慣れてくると雰囲気でわかるよなんていうコメントもいただいています。さあでは実際どんな天気になっているでしょうか。青薄曇り、赤一、面白い雲違う一面白い雲ダメだもう今日ダメだ一面白い雲もうダメだ私もう疲れてるんだもう一面白い雲もう今日ダメだよ私疲れてるんだよはい大将おめでとうございます。いやねこれで疲れも吹っ飛んだと思います。はい、あ初めての受賞ですか。西山さんはおめでとうございます。さあじゃあね、目場面以上かなというところで今日はちょっとですねまだお時間があるのでちょっとあの P リクエストっていうのをしていいですか。はい僕からのリクエストP リクエストでどうしてもあのこのイズミンの時のあの表情をもう一回見たいんですよ。あれあの振り返れなかったんで、はいはいはい、じゃあピーリクのコーナー、はい、ぜひちょっとねスローなんて機能ないので普通に出しましょう、はい、じゃあちょっと できますちょ少々お待ちくださいね。はいちょっと今頭出ししてます。はいじゃあそれでは行きましょうか、P リクの1本目どうぞ。ちょっと待って、ね、1本目どうぞどうぞ。大フロム、まあ今日天気荒れてるしそれくらいがいいかもしれないですね、うん、どうするんですかこれは。いやただもうひたすらダラダラ喋るだけです。はい、うんうん、いつも最近いろんなコーナーやっちゃうと、はい、とにかく伸びちゃうんです。そうですよね、うんうんピントがもうねだから大フロムって聞いた瞬間にもうこんな状態ですよもうここからですよ、はい、だからここですこの前の2時半ぐらいまでやっちゃってましたね。完全やってましたね今ね、うん、完全やってました。皆さんもね寝るタイミングをね、うん、今皆さんこれぼやっとしてて分かんなかったと思いますけどもイズミンこのイズミンここにこうやって言わなくてボール声で持ってたんです。そしたらなぜかボールにチューしまして、違うんです、ボールにぶっちゅーっとなんか口を当てましてちょっと横見て何したんですか、何してるんですか。ちょっと僕今びっくりしまして、それ今後いろんな人触りますし、それを触ると僕がディスられますし、あんまり変なことやめてもらっていいですか。違うんですよ、いつもこれ撮るとやりたくなっちゃうんですけど、はいはいはい、昔多分誰皆さんやったと思うんですけど、はいはい、あの切符を買って、はい、ここに挟むっていうのやんなかったですか。こういやまあでちょっとやりたくなっちゃう。ああそうなんですか。それこれを挟みたくなったんですね。ここに挟めるかな挟めるかなと思ったらなんかアヒル口でチューしたみたいな感じ。触ってないですよでも、はい、やりかけたぐらいで。あ本当ですか、はい、あもうバレなかったのに言わないでくださいそうですか。いや真横から見てみて急にどうしたんだろうと思って簡単にもバレてないと思って。あ本当ですか、はい、いやなんかねもう見上げてもらいましたみたいな感じです本当にね ありがとうございます。はい、このボールを3名様にプレゼントどうやって分けるんですか。いや完全に分かりましたね。
口がうーんってなって、ここに線が入ってましたもんね。うーんって、いやいい表情をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてPリーグ2本目のPリーグが実は今日あるんですよ。はい、すいませんが、これは実はですね、オハキャッチの、オハキャッチの中に白井義雄のですね、電話モノマネっていうところがあれ、もう一回だけちょっとあれちょっと油断してたんで、あの音がなんかおかしかったんですよね。場合によってはちょっと着信音に設定したいぐらいの勢いもあったんで、ちょっと準備がちょっと時間かかるとは思うんですけど、それをね、皆さん録音するなら今です。待ち受けじゃねえ、着信音にね設定するならこれからね。できそうですか。はい、じゃあいいです、中途半端なところでも。はい、それではピールゲスト2本目こちらです、どうぞ。じゃあまだちょっと寝ている方もいると思いますので、私が電話してモーニングコールしようかな。ピッポパポピプルプルプル、あ、もしもし、おはよう。今日は折りたたみ傘あった方がいいよ。じゃあまた後でね、いってらっしゃい。いや、完全に言えてないね。曲がってないですね。回ってなかったね。プルプルプル、あー今俺の笑い声入っちゃった、もう反射的に笑っちゃったんだよね。あー、じゃあちょっとごめんね、ちょっと待ってください。ちょっとごめんね、本当にごめんなさいね。笑い、ちょっと俺株下げとくからね、そこのところだけでいいですよ。ちょっと合わせるの大変だと思う。ピッポパポも含めて、はい、じゃあ私が電話してモーニングコールしようかな。ピッポパポピプルプルプル、あ、もしもし、おはよう。やっぱり今でも、もう素で笑っちゃってて危なかった、かぶさなきゃいけなかったら危なかった。プープープーってですね。はい、ということで、あとはもう皆さんにお任せしますのでね、音源をどこかに上げていただいてシェアしていただければ、はい、ツイッターとかでね教えていただければダウンロードしますんでね。プープープーズ、白井には内緒にしておいてください。はい、ありがとうございました。いや、今週も名場面がね盛りだくさんで楽しませていただきました。ありがとうございます。白井はなんだろうね、下っ端らずなのかな、あんまり気にしたことはなかったんですけどね。明日言ってしまいそうだって。ダメですって、ダメですって。はい、今朝のモーニングは、次のモーニングは白井だそうです。はい、チャットでプループループルーって書かないように、書く
としてもプルルルルぐらいにしてる。プループルーはなしですよ。モーニングの人って、あ、そうか、モーニングの人はもうそうだね、起きる時間だもんね。この時間見てる？いやいやいや、さすがに見てないと思いますよ、もうね。そろそろ起床の時間ですけどね。いやー、モーニングコールしたくなりますね。はい、でも番号知らないですけどね。番号知らないでかけようがないです、残念ながら。ね、モーニングの方はね、こんな時間に起きてね、まあ、準備とかありますからね、ね、会社来て天気のブリーフィングをして、会社全体の天気のブリーフィングに参加するんですけどね、その時間に合わせて前もって来てますんでね。うん。あ、山岸先生がツイートしてるっていう情報がありましたね。名場面大賞ですか、初受賞の。大賞を取られた先生ですからね。あります、どこだ、僕のタイムラインには出てきてない。あー、出た。お、皆さんから名場面大賞おめでとうコメントが来てる。笑い、まさかの受賞ありがとうございます。これからも皆さんとたくさん空を見上げ、面白い雲を一緒に探していけたら嬉しいです。じゃあ一面白い雲の方です。はい、ツイッターでバレてるじゃないですか、見てなかったのに。返信の文章も完璧ですね。はい。ありがとうございました。ねえっていうツイートをミニストップから送ってたりするね。さあ、ということで本日も楽しませていただきました、ありがとうございます。沖縄、そうね、沖縄のミニストップからですね。石垣だったっけな、あれはね、多分。はい、あ、本島って言ってましたよね、本島。なんか今ものすごい勢いでいいねが増えてるそうですよ。はい、じゃあ僕も押しとこうかな。はい、いいね。あ、リツイートしとこうか。おめでとう、おめでとう。よかったね、おめでとうございます。あと、ハッシュ面白い雲。はい、うわ、すげえ、ハートが急に117になってる。はい、ということで本日も2時間お付き合いありがとうございました。これハッシュタグ面白い雲って言ったら本当にね、ちゃんとした面白い雲がいっぱいありそうですけどね。はい、はい、いいね押してきたってありがとうございます、ありがとうございます。で、いや本当になんか今って世のなんか面白い世の中ですよね。こうやってね、なんかいろんなものでこうつながれて、で みんなこうアクションができて、でそれをまたみんなで見て笑ってっていうのがさ、すごい面白いですね。
箸重く白い具もあるみたいだぞってちゃんと機能してるんだ。ノイズを乗せちゃったね そこに一面白い雲の方が良かったのかね、はい、それはということで、ね、箸面白い雲を潰してしまったということでこういうねノイズがあるから SNS は使えないっていうことをねあのバッシングされたりしますけどねはいね、これからも本格お天気番組をね、頑張っていきたいと思いますということで、本日も2時間ありがとうございました。さあ今週はですねお天気いろいろありそうです。うーん暑さ続きます。そして、前線がちょっと今北上しているので北陸そして東北南部ぐらいはねその前線の強い雨っていうのもありそうですし、はい、台風1号が沖縄に迫ってます。なので、週中ぐらいですね水曜日ぐらいっていうお話でしたけれどもその前から、結構うねりなんかはもう今日明日ぐらいから入るんじゃないかって話もありますんで海のレジャーは気をつけてくださいこれからね。はい、ということで、うん、今週はちょっとね前線の動きそして台風の動きでどこで、ね、強い雨がまとまるのかっていうのも分かんないのであの日々、ね、こまめに天気を確認いただければと思います。ということで暑さに負けないように最後は AAO で締めたいと思います。それでは皆さん準備よろしいでしょうか。ねえ空白まであと1ヶ月、今週も1週間頑張ってまいりましょう。えいえいおー、おやすみなさい。こんばんは。7月3日日曜日ソライブモーニングを担当しました白井ゆかりです。今日は7月3日ソフトクリームの日でしたね。ソラボタンでも皆さんにソフトクリーム事情をお伺いしていきました今日食べるならアイスクリームかソフトクリームかかき氷とか氷系か氷系が違うアイスクリームが一番多かったですね、まあ、でも私は暑かったので氷系でこうひんやり体を冷やしたいですね。それぐらいモーニング中も気温が上がっていきましたけれども外中継でもむしっと暑い感じが続いていたのでやっぱ熱中症対策は万全に行っていただきたいなと思います。そして週間のお天気見ましても梅雨前線が北上していくということで北陸東北の南部で雨が降りやすいお天気続いていきそうです。ただ週後半ですかね来週の週後半にはまた西日本のエリアで雨の降り方強まる可能性がありますので最新の情報はこまめにご確認いただきたいと思います。まだまだ油断できない雨の様子ですね、気をつけていただきたいと思います。それではまた1週間が始まりますけれども頑張っていきましょう。おやすみなさい。
こんばんは。7月3日日曜日のソライブサンシャイン担当しました高山菜奈です。サンシャインの時間に台風1号が発生したということで収録させていただきました。台風発生するかするかと言われていたものがなんと1号として発生しました。歴代2位の、まあ、遅さといいますか、7月にこの7月3日という記録が歴代2位の遅さということですが、まあ、この後の進路というのはまだ詳しくは分かってはいません。ですので最新の情報をこまめにご確認ください。大雨の可能性もありますので最新の情報はこまめに確認するようにしてください。そして今日も暑い一日となっていました。前日との気温差が大きいところもありました。北陸では前日に比べてはまだマシかなという体感でしたが30度超えとなっていました。また昨日三重では3日ですね、3日はだいぶ高くなっていましたね。36度、 6.8 度ということで永井さんからお話もありました。だいぶもう暑い日が続いていますのでエアコン、そして、扇風機などなどうまく使ってお過ごしください。そして雨が降っているところもありましたがだいぶ雲の隙間もあり止んできているところもありました。ただ午後からはにわか雨の可能性がありましたが皆さんちゃんと雨具持っていきましたか？はい、で暑い日はにわか雨の可能性もありますので折りたたみ傘はカバンの中に常備しておくようにしてください。はい、そして、まあ、皆さんがざわざわするクリニックもしていきました。今日は唐辛子を処方していきました。この暑い時期になりますと、やっぱり食欲なくなったりしますよね。そういう時には辛いものを食べて、ぜひ食欲増して元気に頑張っていただきたいと思います。それでは、ソライブサンシャインありがとうございました。素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさい。みなさんこんばんは。ソライブコーヒータイムを担当しました藤岡あかねです。今日もありがとうございました。今日はソフトクリームの日だったので、まあ、コーヒータイム中は急遽ソラキャンバスを開き皆さんに、創作ソフトクリームっていうのを考えていただきました。まあ、食べたくなるようなソフトクリームなんですけど40名以上の方からいただきましたね。いや、まあ、もちろんいちごだったり美味しそうなものもたくさんありましたけど顔がついてるやつとかその怪しいやつとかもありましたね。まあ、天気番組的にはさくらんぼが太陽でみかんが月でっていうのがちょうどいいなと思いました。いやでもソフトクリーム考えるの楽しいですね。まあ、ご当地アイスっていうのご当地ソフトクリームがいろいろこういろんなところにあるからっていうのでこの企画になったんですけどいやどれもこれもちょっと食べたいなっていう気分になりました。はい、出会った時に珍しいもの出会った時はちょっと私もチャレンジしていきたいなと思いました。皆さんどうもありがとうございました。またソフトクリームの日なので〇〇サンデーというのをテーマに今日はリポートを送っていただきました。まあ、サンデーもソフトクリーム入ってますよね。それに今日は日曜日なので、まあ、それにかかっていたというわけなんですが今日は、まあ、やっぱりゆっくりされる方が多いなっていう印象だったのとあとはガリガリイメージがありましたね。結構アイス食べたりガリガリ君を食べたりゆっくりガリガリしたいなっていう方が多いのが分かりました。では暑くなってくるとソフトクリームももちろんいいんですけどシャーベット系のこの氷菓子食べたくなりますね。今日も本当に暑かったですしこの先も暑い日が続きそうなので、暑さに気をつけて
この先も頑張っていただきたいと思います。また明日から1週間スタートしますからね、気合入れて頑張りましょう。それでは今日もありがとうございました。素敵な夜お過ごしください。おやすみなさい。皆さんこんばんは。ペコーリ。はい、というわけでね、今日7月3日ソライブサンセットを担当しましたほかあかのんです。いやー、それにしてもね、今日はね、番組の途中でかなり雨の報告がね多くなったのがね、やっぱ印象的でした。やっぱり夏の空になってきたんだなっていうのをつくづく感じました。やっぱりね、黙々とした背の高い入道雲と言われているものですね、こういったものが結構出るような空になると、本当に急に天気がね悪くなったり、悪いって言い方は悪いですね、急に天気が変わって、強い雨が降ったり、ね、強い雨に加えて雷や突風、こういったこともね起きやすくなってきたんですね。これから夏の暑い時期にかけては引き続き天気の急変など注意していきたいので、ぜひ皆さんもね、そういった冷たい風が吹いたとか大きな雲見かけたとか、そういったことをね、ぜひ、ね、キャッチしたら室内に避難するとかね、そういったことも必要になることもありますのでね、情報を必ずチェックしてください。そしてぜひね、余裕がありましたらウェザーリポート送っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、そして今日の空見どにもなりました第2回目お仕事頑張って天気予報どうでしたか。はい、今日はね、トラック運転手さん向けにお天気してみました。もうね、悔しいのはね、ちゃんと原稿でね、もう書いたんだよ。沖縄では窓をサンシェードで覆い尽くしたくなるような暑さとなるでしょう。ああ、言えなかった。次回はね、ぜひね、まるまるもりもり言いたいと思います。なんか今の懐かしい言葉言った気がする。はい、というわけでね、引き続きまだ続くか分かんないけど、お仕事頑張って天気予報、はい、もしかしたらあなたの仕事も当てはまっちゃうかも、というわけで頑張っていきますので、ぜひ皆さんリクエストもよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、今週もありがとうございました。来週も土曜日日曜日お天気担当しますので、ぜひ見てくださいね。バイバーイ。こんばんは。ソライブイブニングを担当しました江川です。イブニングにですね、新しいコーナーが加わっておりました。天カメ夕日見えるというコーナーです。非常にふわっとした感じなんですけれども、ただお天気カメラから夕日を見ることができたので、このコーナー成立じゃないかなというふうに思います。また今日もたくさんのエリアからですね、夕日のお裾分けをしてくださいました。北は北海道から南は沖縄まで、いろいろな夕日を見ることができて感謝ですね。YouTube の動画の方でも見ていくことができたので楽しかったなというふうに思います。皆さんお付き合いいただきどうもありがとうございました。最近では夜気温が下がらず熱帯夜なんていうところもあるかと思いますが、体調を崩さないように、夏バテにならないように、栄養あるものを食べて元気に過ごしてください。ありがとうございました。おやすみなさい。こんばんは。7月3日日曜日のソライブムーンの振り返りです。今日も3時間ありがとうございました。いや、今日のソライブムーンもですね、日曜のムーンらしく非常に盛り上がりました。お出かけした気分もね、安定の盛り上がりということで、なぜかインターバル中に笑う犬の冒険の話で盛り上がりましたけれども、なんかこう大体ね、お出かけした気分のコーナー始まるときには、お出かけするときに着ていく服がないとか、そんなコメントをたくさんいただいていたので、それを今日のお休みキャッチのネタにするという、今日はですね、なかなか攻めたソライブムーンでしたね。
あれが1週間の振り返りでソライブナイトでも流れると思うと恐怖でしかありません。さあということで今日のですね日替わりコーナーお出かけした気分とあとはですね、ビビナーライトというコーナー日曜日のソライブムーンの日替わりコーナーになっています。初めて聞いたかもしれないんですけれども今までとコーナータイトルが違いまして今まではプロフェッショナルウェザーフォーキャストマスターによるパーフェクトスキルクリエイティブプログラムという名前の日替わりコーナーだったんですけれども、プロフェッショナルウェザーフォーキャストマスターによるパーフェクトスキルクリエイティブプログラム改めウェビナーライトに変わりました。ぜひ皆さんも覚えてくださいね。覚えやすくなりましたね。もう今までのタイトルはですね読まないと全然覚えられなかったんですけれどもウェビナーライトだったらね非常に言いやすいのでよりねこう親しみやすくなったんじゃないかと思います。まあ、このウェブセミナーをちょこっと覗き見することができるという日替わりコーナーになっていまして普段だったら有料の番組なのでなかなか見ることができないんですけれどもこのコーナーに参加していただきますと普段どんなことやってるのかなというのをちょこっと覗き見することができます。ウェブセミナー参加しようか迷っているという方は日曜日のソライブムーンの日替わりコーナーぜひチェックしていただければ嬉しいです。今日はですね本当にこのウェブセミナーへの思いが今日の構成に本当に強く表れていましてソライブ24でねもう8年目で初めてなんじゃないかくらいちゃんとセリフが決まってましてこのウェブセミナーとにかく参加してくださいという内容が構成のもう半分くらいぎっしり文字で埋められてウェブセミナーに参加してっていう内容のセリフが書かれていました。これだけやっぱり強い思いでお届けしている水曜日と土曜日のウェブセミナーですのでまだ参加したことがないという方はぜひ参加よろしくお願いします。気になった文章を一つ読み上げるとこの前線と低気圧の捉え方を知るとお天気だけでなく毎日の予報センターの解説がよりよく分かるようになります。いわばソライブ24が30倍も面白くなるわけですというこのセリフがもうちょっと今日は素晴らしいなと思いますお天気をもっともっと分かるようになるともっともっとソライブ24もそして空を見上げるのも楽しくなりますのでぜひこれからもウェブセミナー楽しく参加していただけたら嬉しいです。ということで今日も3時間ありがとうございました。普段ですと私は月曜日、お休みのことが多いんですけれども実は明日はソライブサンセットと LINE ライブ2番組担当させていただきます。最近ねぽつりぽつりとソライブサンセット担当させていただく機会が多くなっていますので、明日も夕日見られると嬉しいな。ぜひウェザーリポートやハングアウトなどで参加明日もよろしくお願いします。そして LINE ライブもハートよろしくお願いします。では今日も3時間ありがとうございました。明日も暑いので熱中症には十分気をつけながらまた元気いっぱいスタートを切っていきましょう。それではまた明日。
こんばんは。7月4日月曜日、ウェザーロイドタイプ A 愛理です。今日の天気を見ていきましょう。それでは今日の全国の天気です。東日本で雨の降るところが多くなりそうです。はじめに西日本です。大阪、広島は晴れますが雲の広がる時間もあります。松江は雲に覆われて雨が降る時間もありそうです。高知、松山は晴れますが雲の広がる時間もあります。福岡は雲が多くなりますが晴れることもあります。宮崎は晴れますが雲の広がる時間もあります。鹿児島は時々雲が出ますが晴れる時間が多くなります。那覇は晴れますが雨の降る時間がありそうです。続いて東日本です。東京は晴れますが雨の降る時間がありそうです。名古屋、静岡は時々雲が出ますが晴れる時間が多くなります。甲府、長野は晴れますが雨の降る時間がありそうです。金沢は雲に覆われて雨が降る時間もありそうです。新潟は雲が広がり雨が降りやすくなりそうです。宇都宮は晴れますが雨が降ることもあります。次に北日本です。仙台は晴れますが雲の広がる時間もあります。盛岡、秋田、青森は雲が多くなりますが晴れることもあります。札幌は雲が広がりますが次第に晴れる時間も出てきそうです。函館は雲が多いですがだんだん晴れる時間も出てきます。旭川は雲が広がり一時雨が降りそうです。釧路は雲の多い空が続きます。変わって西日本の週間予報です。この期間大阪は多少雲は出ますが大きく崩れることはなさそうです。おしまいに東日本のこの先1週間の天気です。この期間東京は火曜日に雨が降る予想です。その他は晴れる日が多そうです。名古屋は晴れる日が多くなりそうです。今日からまた1週間頑張っていきましょう。